こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。救難飛行艇 US-2 は、日本が世界中に自慢できる優れた機体だ。以前、インドに輸出する話があったらしいが、話は一向に進んでいないという。この輸出の話で連想されるのが、オーストラリアに、竜型潜水艦を輸出する話があったのに、オーストラリアがフランスを選び、日本が振られたエピソードである。しかし、現在ではフランスに負けてよかったと感じている人も多いはずだ。というのは、竜型潜水艦という優秀な能力を持つ潜水艦を、外国に輸出してしまうと、日本の機密情報が漏れてしまう恐れがあるからだ。日本の技術力の高さは、黒潮潜水艦の性能でも知られている。中国が南シナ海で発見できなかったのだ。軍事費を膨張させ、軍事大国を目指している中国には、かなりのショックを与えたと推測される。でも US-2 は救難飛行艇であって、潜水艦ではない。高い能力を持ち、かなりの荒れた海でも着水可能で、救難作業もできるという性能を持った機体。しかし、そんな優れた救難艇であっても、インドは購入を渋っている。理由は価格で、なんと1機100億円以上だという。この高値が引っかかって輸出話が進んでいないというのが現実なのだ。確かにインドという大国であっても、たった1機の救命艇にポンと100億円を出せるとは思えない。そしてインドは巨大な面積と人口を持つ。1機では全国をカバーできっこないというのは明らか。複数機は必要になるだろう。価格がいくらになるか。想像するだけでも恐ろしい。実は、オーストラリアでも価格が引っかかって、フランスとの競争に、負けたというのが事実である。安かろう、悪かろうとはよく言われるが、品質のいいものは、それに見合った値段がつく。つまり高額になる。救難飛行艇に関しても同様だ。US-2 についてもう少し説明しよう。最高速度は 580km と相当な速さを出せる。P1 哨戒機でも最高速度は 980km なのだから、プロペラ機ではトップクラスの速さと言えるのではないか。また、海上でも移動可能ということは、船としても作業できるということ。海上での速さは、本物の船とは桁違いのスピードだという。空も飛べて船にもなる US-2。まさに、ド円のアイテムのような優れ物ではないだろうか。US-2 は、プロペラ数が6へ変更されており、性能も強化されている。US-2 のパイロットになるためには、特別な免許が必要で、なおかつ、飛行機と船舶の免許も必須である。この厳格な資格は当然だろうと思われるが、日本の離島問題の輸送機と US-2 を考えてみると使い道が変わってくる。日本には船でかなり時間のかかる離島が多く、天候により欠航が続くと生活に直結する問題となる。そこで輸送船の問題が出てくる。大雑把に言って飛行機でもあり、船でもある US-2 なら簡単に解決できそうではあるが、何と言っても1機100億円。あまりにも高額で、輸送機の代わりに使用するというわけにはいかないだろう。航続距離も格段に広い US-2 救難飛行艇。4600km と広範囲にわたる救難作業も可能で、かつ高速であれば、
広い太平洋側の救難も容易にできることだろう。一機だけでなく機体数を増やし、配備できるのならいいが、価格の問題は無視できない。簡単に量産はできないのだ。逆に言えば、量産できたなら価格は下がるとも言える。前述のインドだけではなく、東南アジアの他国、インドネシアやマレーシアも US2 救難艇には興味を示しているそうだ。もし各国でこの機体の導入が始まれば生産数を増やせるし、価格も徐々に下がっていくだろう。実は US2 救難飛行艇のように世界最高水準の救難艇が普及していくことは日本にとっても好都合なのである。この機体は自衛隊でも5機所有し、日々救難活動に活躍している。有名な話では2013年6月、ニュースキャスターの辛坊治郎が宮城県沖で遭難した時、救助したのが US2 救難飛行艇だったということがある。命を救われたということがあってか、彼は US2 を絶賛している。10時間もの漂流後、死を覚悟したかもしれない時に、上空に飛んできた救命艇を目にした時には、彼の目には US2 が別のものに見えたに違いないだろう。余談だが、救助されたことによって辛坊治郎には税金を使ったという自己責任というブーメランが返ってきたとも言われた。US2 救難飛行艇にはゴムボートも搭載されているので、海上での細かい救難活動もできるようになっている。もともと US2 は消防活動にも応用できる US2 を改造した後継機である。だからこそ様々な分野での活動が期待できるのだが、やはり外国への輸出となるとなかなか厳しいのかもしれない。とは言っても、自衛隊で使用している US2 は最高の性能を持っている。やはり世界最高峰の救難飛行艇は日本製が一番だと自画自賛してしまう。